手前に置くと外した時に自分の足とか地面に行っちゃうので、まあ、できるだけ遠くに。そして割るんだけど、構えるじゃない。で左右は真ん中にして構えて、肩幅ぐらいに足を広げて少し腰を落としてやるんだけど、この構えた時に必ずこう重いから手首が回ってて、ここで構えてても割る時にはこれが伸びてくる。だからここで構えちゃうと必ずこうなる。あ、そういうことか。だからちょっと届かないかなぐらいで十分なので、この辺に構えて、この場合だと重みで割れるのでまっすぐ上げてドンと落とすんだけど、でまあ当然ここ狙うんだけど、意識はここ通過して最後巻き割り台のこの辺に刃が落ちるような意識で通過点だと思う。ここよりも下に落ちていくようなところ通過点だと思って振ってる。で力がなければこういうふうに持ってこう上げてから振ってもいいし、力があればまっすぐ剣道みたいにして上げてもいいし、左手をここ持って右手をこう持って、こうやるとそんなに重くで、こう上げて、で左右とか前後はやっぱ癖があるので、いつも右側だけ削っちゃうとかって出てくる、やってると真ん中に立ってるつもりで、それはもう立つ位置を調整して左に寄ってセンターになるようにして、あと女性は特に力ないのでゆるゆるゆる、こんな感じで終わる最初は。で途中で刺さったまま止まるとかあるんですけど、それは一回外してこうやって外してやった方が、これくっつけたまま力ある人を上げてドンってやってきます。ああ、見たことある。それはなかなか難しいっていうか、最初のうちで、できるだけやっぱりこの通過点のスピードがある方がいいんで、高い力。おお。これはちょっとここに節があるんですよ。なのでちょっと割れにくいかと思います。うわあ、それじゃ、それ危ない。手が、手に世のワイルド、マシを選ぶときちょっと枝分かれしてるやつはこういう風にちょっと割れにくい。で今2分の1になったので、おうわ、これでまあ目安これぐらいだと炊きやすいので、太さによっては4分の1とか6分の1とか8分の1とか。うわー、危な危なあ、今みたいに飛ぶので怖ゴーグルしとかんと。だから最初に選ぶのはこう素直な、ここに節があって割れにくい。結構過激な巻き割りレクチャー動画だったんだけど下手したらチーマン見れなっちゃう